撃オタク訪問でスケベな親子を完全モニタリング。他の家族にバレずに相手してはめて一発中でするたびに賞金10万円をゲット。母親と息子が机の下でこっそり謹慎相関ゲーム。というわけで私高田は今回も突撃オタク訪問でスケベな親子を完全モニタリングしちゃいます。舞台となるのは机の下。他の家族にバレないようにこっそりエッチなことにチャレンジしてもらいます。もちろん今回も賞金を用意しました。なんと中出しするたびに10万円。前回よりも難易度の上がった謹慎相関ゲーム。さて何組の親子が賞金をゲットできるのでしょうか。すいません、お忙しいところ申し訳ございません。今ですねちょっと取材をしておりまして、簡単なインタビューに答えていただきたいんですけれども。はい、そうです、あの簡単なインタビューなんですけれども、はい、あの謝礼もご用意していますのでちょっとご協力いただけないかと思いまして。このように謝礼もご用意してるんでどうでしょう。本当に簡単なんですぐ終わりますので。そうね、何ですか。おい、母さん。お客さんじゃないんだけど。ああ、旦那様ですか。すいません、今ですね、取材をしておりまして、あの簡単なインタビューに答えていただきたいんですけれども、はい、あの謝礼、こちら10万円ご用意してますので、10万円いかがでしょうか。はい、母さんインタビューぐらいいいんじゃないですか。いいですか。 ありがとうございます。じゃちょっとここだとなんなんで、ちょっとお邪魔してもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。お邪魔します。こっちです、はい、すいません。実はですね、幸せ家族団らん計画というのをインタビューをしていまして、夫婦円満の秘訣をちょっとお聞きしたい。奥さん、じゃん、旦那さんの好きなところはどこですか。ちょっとそんなちょっと難しいですか。旦那さんにちょっと外に出ていただいて、それでしたらどうですかね。で、まあ、息子さんそのまま、まあ、せっかくですし行っていただいて、はい、早くしてくれよ。他の家族にバレずに愛撫してはめて一発仲出しするたびに賞金10万円ゲット。母親と息子が机の下でこっそり謹慎相関ゲーム。イエーイ。何ですかそのゲーム。ちょっと息子の前で変なこと言わないでください。ですからですね、あのお母さんと息子さんで謹慎相関をしてもらいます。じゃあゲームのね、あのルールを説明したいと思います。制限時間は60分です、はい、お母さんと息子さんで謹慎相関をしていただきます。で、旦那さんの目の前で机の下でしていただきます。はい、で私がですね、インカムで指令の方を出します。もちろんそれに成功したら賞金がゲットできます、はい、であとですね、旦那さんにバレてしまった場合、その時点で
賞金全額募集です、うん、で私ですね、別の場所で、インカムで指示を出すんですが、モニターを見ながら指示を出しますので、隠しカメラをこちらの部屋中にちょっとセッティングさせていただきたいと思います。じゃあ、すいません、スタッフさん、準備の方お願いします。じゃあちょっとこれ、ママ耳に書いていただいて、はい、そこから私の指示が聞こえますので、はい、はい、ではお母さんと息子さんでアイブしていただいて、はめていただいて、賞金10万円ゲットしてください。どうしよう、旦那さんにバレないように気をつけてくださいね。絶対バレるでしょ。いや大丈夫ですよ、もう机の下ですしね、はい、賞金10万円をゲットするべく頑張ってください。それでは高野さん親子ゲームスタートでーす。どうして、ちょっと、どうしよう、お母さん、どうし、どうしよう、始まって、どうだった？10万円か、何使おうかな、家のローンもあるからな、それに使いたいけど、いや、やっぱりたまにはみんなで旅行でも行こうか。ああそうだな、まあ随分行ってないし、どう？いいんじゃない？たくさん、そうね、制限時間60分ですよ、早くしてください。はい、どうした？いや、何もない、それよりちょっとご飯を食べましょう。いただきます、いただきます。